前あじゃあまず前方のじゃ最後お二人になりますが先にじゃあ你好我不是来自中国的我想问那个毛老师一个问题就是这个智日我觉得做得非常成功刚才那个共同社的记者也谈到这个日本年轻人对中国缺乏认识那么您有没有当然这不是您的责任跟义务了就您有没有这个想法做一本知中类的あの毛先生にご質問いたします共同通信の方もご質問してあの際におっしゃっていましたけれども、日本では中国に対する、まあ、興味といったようなものが少なくてそれをね、それは問題なもちろんそれは、マオ先生のご責任ではないんですけどでは日本にいらっしゃるマオ先生が「地中」という本を出すということはそういうことはお考えになられないのでしょうかという質問です。ありがとうございました。ですね今小さな試みとしてはこのようにして一日というものが立ち上げて、まあ、元気で進んでいますけれども近い将来、ぜひ私 の, 日本教え子で日本人がいっぱいいますけれども中国の今を知るというコンセプトで作ってほしいその葉っぱを今かけようとしています。で私の役目というものはこのようにして若者たちと一緒に組んでやってきてある種 の, こうはあの今日のこの会見をですね見て感慨深いものがありましてある種 の, 果たしたと思うんですね。あもう道を開いて今日の本 の, の中に最初は「地日」という希望の扉というものをさせていただきました。開けました。次は日本の方から開けてほしいと開いてほしいと先を遠くへ見据えていただけるようにというようなことを今すでに動いています。もちろん中国ほど非常に難しい容易にはできないけれどもしかし全ては努力をしてみるですね。私がもし地日に 100% といったようなエネルギーを注いでたというつもりでやってきたんだけれども 200% 以上に日本の若者に対してそれを注ぎたいと思っています。ありがとうございました。ありがとうございます。では最後はい、後ろの方の大和市に住んでます鈴木と申します。今日は結構なイベントで大変参加して嬉しく思っております。私は11年ほど南京の合計5つの大学で日本語と日本文化を教えて帰ってきたばかり。質問ではございませんで、今マイクがすいません、マイクがちょっと、すいません、電波が悪くて直前の方が質問されたんで、私しなくて済んだんですけれども、実はその地中というですね、そういうムーブメントを在日の中国人の方は起こしていただけないのかということをちょっと申し上げます。私は南京もとへ中国に10年以上在住の日本人の代表108人が、昨年の8月に環球コミュニケーションズから、在住日本人108人のそれでも私たちが中国に住むという本を出しまして、私も南京の代表として108人の一人としてコメントを書いておりますけれども、大変な評判を呼びまして、で私は南京師範大学をはじめ、最後には農業大学を5年間、合計11年の学生たちには、もっと君たちは、日本のことをよく知って、日本語も、上達して、そして日中の架け橋にならなきゃ、その人材になりなさいということで、教育に携わっております。今、帰国してみるとですね、首都圏の大学の大学院にも、それから、GMO なんていう IT の大きい企業に勤めている教え方がいます。で彼らにですね、やっぱり私は南京では、例えば日本語コーナーというのを繁華街で、9年間やりました。毎週土曜日のボランティアで、日本語を学習する、市民の熱というのは非常に高いものがあります。南京ですらそうですから、
見したつもりです。ただし日本へ来て今在日外国人で一番多いのは中国人ですけれども、身の回りにたくさんいますけれども、しかしここで中国語を勉強したいという日本人のために中国語コーナーをやろうというそういう中国人が出てきません。そういうことからするとですね、もっともっと日本人の青年が中国をはじめ外国人へもっと興味を持ってもらいたいことと、それからそれだけ増えている在日の中国人の中からそういう若者とか動きが出てほしいなと思ってまして、それを質問というかお願いというかしようと思って直前の方がいらっしゃいました。ありがとうございました。まあ、他社の宣伝になりますけれども、ごめんください。今、それでも中国にいたいという、次のバージョンがもうすぐ発行されます。それでも日本にいたいという。私はその中の一人です。よろしくお願いします。終わり。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、大変長くなってしまいましたので、最後に一言、野先生から、まあ、総括の、一言で頂戴できればと思います。それではですね、手短くお話を申し上げたいと思っていますが、今日は本当にわざわざありがとうございます。でこのようにして特にお二人をですね、言うたら私の年齢の差が、まあ、親子みたいなものなんですけれども、しかし私が非常に強く感じたのは全く違和感がないですね。例えば総君が言ってた全てのトピックスというのは、まあ、その都度は話が来るんだけど、一度もこれおかしいと言ったことはないです。いかに僕は、まあ、若者とこう何ですかね、一致してるという非常に幸せに思ってます。普通ならおっさん一人でこんなね、お二人で一緒に組むなんて多分なんか尋常じゃないというふうになってるんだけど、しかし私がこの皆さんの若者のこういう努力の姿っていうものを一日も早く日本の特に若い人にお伝えをしたい、その勇気を与えたい、ぜひ挑戦をしてほしい。で、地のですね、相手を知るということはどれだけ重要だったのか、もう歴史がすでに教えてくれた、そういったものを乗り越えてもっと視野を広げてもらいたい、そういう思いが非常にあったわけであります。今日は非常によく特にお二人の、発言が皆さんにこの生の声ですねお届けすることができたということ自体が非常にありがたくと思っています。どうも本日ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして、知日観光記念講演会並びに記者会見を終了させていただきます。この後はお名刺交換とかご本人の了解取ってないんですが、お写真撮影とかもしございましたら順番に並んでいただく形になりますけれども、前の方でさせていただきますので、どうぞいらっしゃってください。